ニコライ・ジュコーフスキー・ジュコフスキー・翼。複素平面上の円を、ジュコフスキー変換すると得られるニコライ・エゴール・ビチ、ジュコーフスキー1921年3月17日は、ロシアの物理学者。空気力学を研究して現代的な翼理論を、確立し、ロシアの航空の父と呼ばれる。通信技師であった、エゴール・ジュコーフスキーの息子として1847年に、 ウラジーミル近くのオレホボで生まれた。モスクワ大学で数学と物理学を学び、1868年に同大学を卒業した。1872年にミカドリツ工科学校の教授に招かれ、並行して続けた流体の運動学についての研究で1876年に修士号を取得した。1882年に運動の安定性についての論文で、 モスクワ大学から博士号を授与されて、そこで働くようになり、1886年には力学部の学部長となった。また1885年に流体力学の理論的研究によってブラッシュマン賞を受賞している。1890年代からジュコーフスキーは空気力学に特に興味を持ち始め、1895年にはベルリンへオットーリリエンタールを訪ねて、 グライダーを一機購入した。さらに1902年にロシア最初の風洞を建設。1904年に世界最初の航空力学研究所を創設した。1906年にはグッタジコーフスキーの定理をクッタとは独立に導出。第一次世界大戦中、彼はパイロットたちに対して爆撃の抗議を行った。1918年、彼は アンドレイ・トゥポレフラと共に、ザギーを設立して自ら所長に就任した。これは、現在、航空力学の研究所としては、世界最大のものとなっている。ジュコーフスキーは1921年3月17日に、モスクワで死去し、ドンスコイ修道院の墓地に葬られている。ザギーが置かれている町は1947年に、彼を記念してジュコーフスキーと解消した。 また月のクレーターにも、ジュコフスキーと名付けられたものがある。ありがとうございます。